県議会議員選挙は今月31日に告示されます。テレタマは今日から3回にわたって埼玉県の課題を検証します。初回のテーマは医師不足です。厚生労働省の調査によると、埼玉県の人口10万人あたりの医師の数は2020年12月の時点で全国の都道府県で最も少ない 177.8 人です。県の医師不足を示す指標として多く用いられるデータですが、県医師会の金井忠夫会長は、必ずしも実態を捉えたものではないと話します。医師が本当に足りないかという問題なんだけれども、昼に東京に行っている、働きに出ている方々、どれだけいるかって、相当数いる、何百万といるかと思うんですけど、その人たちは東京でかかっているという可能性もあるので、でもう一個、本庄とか深谷でいうと群馬へ行ってるんですよ。医師不足、人口対人口だけで言ったのでは、まあ、それがしっかりした数になっていないと思います。一方、金井会長が問題視しているのは、地域によって偏りがある医師の数。それを示すのが医師偏在指標です。人口10万人あたりの医師の数に加えて、将来の人口や人口構成の変化などの要素を考慮して算出した指標で、全国を335のエリアに分けて順位付けしています。このうち県内でのトップは川越比企で78位。このほか埼玉や西部が全国の上位3分の1に入ったのに対し、北部、秩父、加須や行田などの利根は下位の3分の1に位置しています。最も高い川越比企と最も低い秩父ではほぼ倍の差があります。地域での医師不足とともに、医師偏在指標の低い地域から高い地域への患者の流入も課題となっています。このため県と県医師会は去年11月、埼玉医科大学や群馬大学などと地域で活躍する医師の育成を目指して相互に連携・協力するための協定を結び、県北部を中心とした医師不足の解消に動き出しました。またこれ以前にも県は地域医療に携わり貢献したいという医学生に対して、6年間の学費にあたる金額を奨学金として貸与しています。卒業後も医師が不足している県内の地域などで9年間勤務すれば、奨学金の返済を免除する制度を設け、医師の定着に努めてきましたが、奨学金を出してやるというようなのはありましたけどね。だけどそれだけではなくって、どういう方法であれば自ら県北に行くというようなシステムができるのか、それも考えなきゃいけないし、また時代の変化に対応することも重要と金井会長は話します。これからの高齢社会における医療需要の変化、数、内容、変わってきますよね。高齢者が中心になってくる、内容は随分変わってくるので、そういうのに興味を持ってもらいたいっていうシステムを何か考えなきゃいけないなと思ってます。地域偏在などの解消に向けて、今後よりスピード感を持って取り組みを進めるために重要なのが県議会議員との関係性と話します。僕らは県と県行政と県医師会とは非常に良好な関係にあると思ってるんです。県議会議員の皆さんと話しするっていう機会というのはそれほど多くはありません。県議さんと部分的に話している医師っていうのはいます。だから医師会と県議と話をするという機会がもっと増えた方がいいと思う。県議と知事ともうまく、行政ともうまくやってもらわなきゃいけないっていうのも一つありますのでね。そういう中で医師会もうまくやっていく、三者でうまくやれば随分変わってくると思います。